皆さん、こんにちは。今日はね、2022年2月4日、金曜日でございます。わしはね、今ね、JR 中央線乗車中、そのまま到着するのはね、終点の東京駅。今回私はね、東京駅でね、中央線からね、JR 京王線に、乗り換えていきたいと思います。千葉方面に行く路線ね。そのまま私はね、終点の東京駅にね、到着いたします。中央線っていうのはね、東京駅ではね、他の路線よりもね、一段高いところにホームがあるためね、東京駅の手前でね、こんな感じにね、急な上り坂をね、登ってね、高架線に入るんですね。そこに前の方にね、そうそう見えてくるんじゃないですか。さあ、これじゃね、終点の東京駅に到着いたします。までね、私はね、京王線にね、乗り換えていきたいと思います。それじゃあ、終点の東京駅に到着。そうですね、このコンコースまでやってきたんですかね。僕ね、上の表示を見るとね、ありました。京王線。まあ、ではね、京王線乗り場の方にね、歩いていきたいと思います。そこすごい、こんな感じね、床にもあってね、そういう京王線こっちだよっていうのね、すごいわかりやすくなっています。まあ、ではね、ここに沿って歩いていきたいと思います。こう歩いてきたんですね。京王線ってね、京王線こっちってこう書いてあるんですけどね、見通しの上、ホームで400メートル。これね、遠くないですか？ホームで400メートルって、遠すぎでしょ？これね、400メートルだったらね、20メートル車体の重量編成の列車ね、2編成分ですからね。長すぎ。めちゃめちゃ遠い。行っても同じ東京駅での乗り換えですからね。これ遠くないですか？しかもここまでもね、結構っていうほどでもないかもしれませんがね、歩いてきてるんでね、それプラス400メートルだったらね、実際さっきの中央線ホームからはね、多分ね、450メートルとかね、500メートルぐらいはね、あると思われます。なかなかに遠いですよね。そして、こっちの方がね、京王線乗り場、400メートルって遠いなって、そんな感じですかね。これが最短の乗り換えとなっております。そう、東京駅での京王線乗り換えっていうね、そう、歩かなきゃいけないってことで、有名なんですよね。京王線っていうのはね、東京か千葉方面に向かう列車。東京ディズニーランドなんかもね、沿線にあったりするんでね、ディズニーとか行ったりする方はね、もしかしたら乗ったことあるかもしれませんがね、東京駅でね、めちゃめちゃ歩かなきゃいけなかったっていう記憶がね、ある方っていうのはね、もしかしたら結構ね、いるんじゃないですか。でも初めてね、京王線乗る人からしたらね、あ、これ何これってね、なりますよね。近年私もね、多分幼稚園ぐらいの時だったと思うんですけどね、初めて京王線乗った時、マッハリメッセに連れてってもらった時だったんですがね、その時にね、めちゃめちゃね、歩いてこれ遠すぎだろって思った記憶ありますかね。いや、ほんと遠い。それもこれね、さらに、こちらの方にね、戻ってきたんですがね、ホームが遠すぎてね、こんな感じで歩く歩道なんかもね、動く歩道なんかもね、あるんですね。ではね、乗っていきたいと思います。ではね、今回はね、京王線近くまでね、ノーカットでね、皆さんにお見せしたいと思います。で、これね、京王線の、ね、東京駅の遠さなんですかね。これ実際にね、動画で、わかるかもしれないんですがね。ちょっとね、それよりもね、多分地図で見てもらった方がね、わかってもらいやすいと思うんでね、地図でお見せしようと思うんですがね、地図で見るとこんな感じ。でも、明らかにね、離れてもね、わかりますよね。これ下手したらね、これ山手線のね、東京の一つ大谷駅、有楽町からこう歩いた方がね、近いんじゃないのってくらいね、離れてるのがあると思うんですがね、実際そうでね、これね、京王線東京駅のホームっていうのはね、他の路線のね、東京駅からね、歩くよりもね、山手線のね、一つ大人駅、有楽町から歩いた方がね、少し近いってことに、なってるんですね。そのためね、有楽町間を乗り換えっていうのも考慮してね、有楽町間を乗り換えだったらね、一回改札を出なきゃいけないんですかね、その分ね、一回こう改札を出てね、でまたこう京王線の地下ホームに入ってね、改札が入ったとしてもね、初の運賃がかかんないようになってるんですね。いや、でもほんとこれとにかく遠い。でね、ここがちょっと早送りでね、皆さんにお見せしたいと思います。
私も、ま、ようやくでしょう。まあ、僕ね、そう、東京駅、あ、京葉線東京駅のホームに到着いたします。まあ、この後ね、もう少し歩けばね、もう京葉線地下ホーム。まあ、ではね、まあ、あともう一ホームでね、もう歩いていきたいと思います。そこやっとですよ。もう京葉線ことね、東京駅地下ホームに到着。いや、ほんとね、遠かった。まあ、これ私なんかね、もうこれ何度かとか、これ歩いたことあるんでね、まあ、これね、もう慣れましたけどね、まあ、これほんと初めて来た方とかだから、そういうのね、ほんとこうめちゃめちゃ遠いなってね、感じますよね。まあ、これね、他の路線からね、京葉線にね、こう乗り換えるときはね、こう乗り換え時間をね、最低でもね、10分はね、こう持っといた方がよかった。いいと思います。今回はですね、まあ、歩いて10分ぐらいでしたからね。まあ本当に、もうちょっと待った方がいい。まあ多分12、3分はね、こう最低でもね、必要じゃないかなってね、思いますけどね。まあ本当に、まあそんぐらいね、まあ乗り換え時間にね、時間がかかります。じゃあもうこれ今回ね、こうなぜこんなにね、まあ、こう歩かなきゃいけなかったのかってことでね、お話したいと思います。いやこれね、本当これもうめちゃめちゃに、ね、遠かったですよね。でも同じ東京駅なのに関わらずね、こんなに離れてるっていうのはね、まあなぜなんでしょうか。これはね、まあ、京葉線、それからね、この地下ホームの歴史をね、もうね、に関わるこう話なんですよね。これまずね、これね、京葉線の歴史から話していこうと思うんですがね、京葉線っていうのはね、僕結論から言っちゃいますとね、僕はね、当初はね、これね、旅客路線としてね、僕東京駅までやってくるっていう予定はね、なかったんですよ。まあ、っていうのね、まあ、どういうことかっていうとね、京葉線っていうのはね、まあ、当初はね、こう千葉県方面からね、これね、東京貨物ターミナルまでを結ぶね、貨物線としてね、建設する予定だったんですね。まあ、それがどういうルートかっていうとね、僕はね、まあ、そこ方面からね、僕京葉線のね、僕はね、上り列車に乗ってるってね、まずイメージしてほしいんですけどね、まあ、お新規ままではね、まあ、現在の京葉線とね、全く同じね、その場所をね、こう通っていってたんですがね、その新規場からはね、もう東京臨海高速鉄道臨海線にね、もう直通、まあ、直通っていうかね、まあ、臨海線の方もね、これ、走りね、まあ、これね、東京貨物ターミナルの方までね、こう抜けるっていうね、そういう構想だったんですよ。でもそれがね、これ実現したのかどうかはね、ちょっとわかんないんですがね、まあそれがね、やっぱこう旅客線にするのやめたってことでね、まあ、旅客貨物線にするのやめたってことでね、もうこれね、東京貨物ターミナルの方までね、繋がるってことはね、まあ、なかったんですね。まあ、これただね、臨海線と京葉線っていうのはね、まあ、現在でもね、もう線路が繋がっていってね、ごくごく一部のね、こう臨時列車がね、お通ったりしてるんですがね、まあその影響でね、まあ、一応ね、東京貨物ターミナルの方までね、線路繋がってたことはないんですがね、まあこれね、まあその、千葉方面からね、この東京貨物ターミナルまで結ぶね、貨物線っていう役割っていうのはね、まあこうなくなってしまったんですね。ではね、このお次はね、この地下ホームのね、歴史について話そうと思うんですがね、この地下ホームっていうのはね、当初こう、京葉線のためにね、まあ、こう用意されて地下ホームではね、ないんですよ。もうどういうことかっていうとね、もうこれ、この地下ホームっていうのはね、もう成田新幹線、まあ、こう東京駅からこう成田空港までをね、新幹線で結ぶっていう構想がね、もうこうかつてあってね、その成田新幹線のためにね、こう用意したね、スペースなんですね。しかし当時っていうのはね、こう新幹線っていうのはね、日本でこう走り始めて割とすぐの時でね、まあ、これね、新幹線っていうのね、認知度っていうのもね、そんなにこう高くはなかったんですよ。そのためね、こんなもん走らせたら絶対そう、騒音がね、まあ、すごいだろうからね、まあ、これどうやってもね、こうね、成田新幹線をね、こう走らせんぞ、この開通せんぞっていうね、まあ、こう地元民からね、そういうね、反対っていうのはね、まあ、その強かったんですよ。そしてもうこの成田新幹線計画っていうのはね、こう実現しないままね、こうなくなってしまったんですね。でもこう当然ね、まあ、これね、こんな感じにね、まあ、こう用意した土地っていうのはね、まあ、これね、まあ、ただのこれね、まあ、空き地ってことにね、なってしまったんですよ。ちなみにこれね、東京駅のこう地下にできてね、こう空き地っていうのをどうしようかってなった時にね、まあ、ちょうどこう、京葉線っていうのもね、こう貨物路線っていうね、その計画はなかなかね、こう旅客路線にするってことでね、あ、じゃあね、まあ、こう京葉線をね、こう成田新幹線のために用意したこのスペースにね、こう持ってくればいいんじゃねってことでね、まあ、これね、京葉線をここまで伸ばした結果ね、こう京葉線の東京駅だけね、こう謎にね、こうね、離れた場所にね、あるっていうね、まあ、こういう現象がここで発生したんですね。そう、だからほんとね、こう利用者からすればね、もうなんでこう京葉線だけこんなにバカ遠いんだよ、もうふざけんじゃねえってね、まあ、そう思われるかもしれませんがね、実はね、まあ、こんなにね、まあ、こう壮絶な歴史っていうのはね、もう背景にはね、あったんですね。結構余談なんですがね、
金融する地下ホームっていうね、かなりこう地下深いところにあるんですよ。っていうのはね、まあこのね、あの、成田新幹線計画っていうのはだったのね、まあこれね、1960何年とかね、まあこれね、あの、まあ割とね、まあ最近っていうのは最近なんですよ。あ、まあ他の路線がね、まあこう軒並みこう東京駅にね、こうもう、これね、繋がって、後の話だったんですね。そのためね、これね、あれ、もうね、一体もうね、スペースなんて、ね、もうどこにもね、まあ、なかったわけですよ。そのためね、まあ、地下はね、もうすごく深くに作る必要があったってことでね、もうね、この東京駅のホームっていうのはね、33.5メートル、地下4階っていうね、もうね、JR の中でね、JR の中ではね、一番深い場所にね、もうね、あの、ホームがあるんですね。だからほんとね、こう、京葉線ってね、もう一見ね、ただのね、このホームがバカ遠いね、もうなかなかに不便な路線っていうイメージしかね、ないかもしれませんがね、まあ、実はね、まあ、その背景にはね、こんなね、そういうね、まあ、いろいろな歴史っていうのをね、こう絡んでいたんですね。もちろんこれ今回はね、まあ、京葉線の地下ホームの紹介ってことでね、もうこれね、まあ、なぜこう京葉線のね、ホームっていうのはね、まあ、あんなに遠いのかっていうね、まあ、その理由っていうのね、まあ、その歴史的背景を含めながらね、お話してきたんですかね、まあ、どうでしたか？でもほんとね、俺ね、なかなかにね、もう歴史を知ったらね、面白いですよね。まあ、じゃあね、この動画はここまでしたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんどんお願いします。ね、動画を終わりたいと思います。まあ、皆さんもね、もう歴史を知った上でね、まあ、今度ね、もう一応こう、京葉線の地下ホームね、まあ、こう、来てみてください。まあ、ではね、この動画はここまでしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。